皆さんこんにちは。セゾン自動車火災保険の金子と申します。本日は販促コンペの弊社オリエンテーションに興味を持っていただきありがとうございます。損保グループの一員である弊社はダイレクト型の損害保険会社として大人の自動車保険などを販売しております。今回は新たに展開予定の自転車保険の販売にあたり、クリエイターの皆様のお力をぜひお借りしたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いします。今回のオリエンテーションは本スライド記載の内容に沿ってご説明させていただきます。はじめに弊社についてご紹介し、以降は今回アイデアをいただく自転車保険についてお伝えさせていただきます。そして最後に募集要項をご案内させていただきますので、最後までどうぞよろしくお願いします。まず弊社セゾン自動車火災保険についてご紹介させていただきます。弊社は損保グループのダイレクト型の損害保険事業を担う保険会社です。ブランドメッセージに掲げるお客様一人一人に納得感を持って選んでいただける保険会社を目指し、全社一丸となって徹底したお客様本位の業務運営を行っております。弊社の主力商品は自動車保険と火災保険の2つです。いずれもネット完結でお申し込みいただける商品になっております。1つ目の商品は大人の自動車保険です。本商品は自動車の事故率に着目した商品設計となっております。今までの自動車保険は全年齢26歳以上35歳以上など運転者の年齢条件が設定されていました。しかし自動車の事故率は20代30代と徐々に下がり、40代から50代にかけて最も低くなります。そこで大人の自動車保険は年齢ごとの事故率を保険料に反映することで、事故率の低い40代50代が割安となる保険料体系を実現しました。ペットネームにもなっている大人とは、この事故率が低い世代をターゲットとした商品設計から由来しているものとなります。2つ目の商品は自分で選べる火災保険です。従来の火災保険は全ての保証がセットになっており、お客様によってはお住まいに不要な保証が含まれていることもありました。自分で選べる火災保険は基本の保証に必要な保証を組み合わせることで、お客様のお住まいに合わせた保証を自由にお選びいただける商品となっております。このようにネット型ならではの安さはもちろん、充実の保証の安心さ、そして従来の保険とは違う弊社ならではの商品設計が魅力だと考えております。中でも最も多くのご契約をいただいているのが大人の自動車保険です。昨年3月末に保有契約件数100万件を突破いたしました。さらに今年は販売から10周年を迎え、今後もお客様に選ばれ続けるためにお客様からいただいたお声をもとに日々改善に努めています。簡単ですが、弊社や商品についてご理解いただけましたでしょうか。弊社ホームページは様々なお客様に利用していただきやすいサイトを目指し、昨年12月にリニューアルを行いました。さらに詳しい情報はぜひホームページをご覧いただければ幸いです。ここからは今回皆様にアイデアをいただきたい自転車保険についてご説明します。自転車保険の詳細の前に、全国的に進む自転車保険義務化の背景についてご説明します。この背景には、自転車の重大事故により高額な賠償金を請求されるケースが後を絶たないという実態があります。これはお子様が当事者となってしまった自転車事故の例です。小学校5年生だった A さんの子供が夜間に自転車で走行中、歩行中の女性と正面衝突し、その女性は頭蓋骨骨折等の障害を負い、意識が戻らない状態となりました。裁判官は事故原因は A さんの子供の前方不注意で、またヘルメット未着用であったことから、 A さんの日常の指導や注意は功を奏しておらず、監督義務を果たしていないとして、A さんに9521万円もの賠償を命じました。このように自転車運転中の不注意は、時に重大事故を招き、高額な賠償金を請求されるケースがあります。また、自転車事故の当事者となるのは、中高生が多い傾向にあり、ご自身だけでなく、ご家族全員の万が一を考えた検討が必要といえます。このように自治体で加入が義務化されている自転車保険とは、
個人賠償責任保障という相手方への賠償責任保障がついたものです。この保証にご自身の怪我の保証などを加え、商品化されているものが一般的な自転車保険です。つまり自転車保険という保険商品ではなくても、個人賠償責任保証がついている保険にご加入の場合は、自転車保険の加入義務化となる保証の条件を満たすことになります。例えば、弊社の大人の自動車保険に個人賠償保証やご自身の怪我に備える保証をセットすることも可能です。特約の名称から右側の自転車障害特約をつければ自転車保険に入ったと思われるかもしれませんが、自治体が加入を義務化しているのは左側の個人賠償責任特約となります。今回アイデアをいただく弊社の自転車保険は現在開発途中となっておりますので、ここまでは一般的な自転車保険がどういった保険であるかをご説明させていただきました。自転車保険の商品やサービスに関するアイデアもお待ちしております。次に自転車保険市場の動向をご説明します。実際、自転車保険はどのくらい加入が進んでいるのでしょうか。鍵になっているのは、自治体による自転車保険加入の義務化です。自転車事故における被害者救済の観点から、条例により自転車損害賠償責任保険等への加入を義務化する動きが広がっています。国土交通省によると、2021年4月には19都府県、3政令市が自転車保険の加入を義務化します。今後も全国で義務化がさらに進むことが予想されます。また警視庁のデータによると、自転車事故により歩行者が死亡、重傷化したケースで自転車損害賠償保険等の加入が確認されたのは約 60% となっており、現状ではまだ加入していない人の割合も少なくない状況です。こちらは弊社で実施した自動車ドライバーから見た自転車マナーに関する調査の結果です。1都3県のうち義務化が始まっている東京、埼玉、神奈川では現在移住地における自転車保険義務化について知っていると回答した人が7割でした。一方、義務化が始まっていない千葉では4割と興味の低さが見受けられました。自転車保険の加入状況についても義務化している地域とそうでない地域で差が出る結果となりました。このように義務化している地域の生活者の方が自転車保険に関する意識が高く加入も進んでいると言えます。自転車保険の販売市場としては義務化地域かどうかが重要になると考えています。まだ興味が低い義務化していない地域の方にも興味を持ってもらうため、まずは自転車の利用頻度が高いママに必要性を考えてもらいたいと考えています。自転車保険に関するご説明は以上となります。自転車保険の義務化の背景や保険内容、市場についてご理解いただけましたでしょうか。最後に販促コンペで募集したいアイデアについてご説明いたします。テーマは家族みんなが安心して自転車に乗るためにママが自転車保険に入りたくなるアイデアとなっております。ママをターゲットにしている理由は2つあります。1つは自転車利用が一番多いのがママであるためです。お子様を乗せたり、お買い物の袋をカゴに入れたり、自転車運転が事故につながる恐れもあります。ぜひご自身の安全を考えご検討いただきたいと考えています。2つ目はお子様の自転車運転による事故が多いためです。先ほどお話しした通り、自転車保険義務化の背景は、中高生が当事者になる加害事故が多く、賠償責任が高額になることが発端となっています。ご自身だけではなく、お子様などご家族の万が一を想定し、ご検討いただきたいと考えています。ここまで自転車保険について少し固くお伝えさせていただきましたが、加入が義務化されているから入らなければいけないという考えは本質的ではないと考えています。家族の安心、安全のために必要なんだと皆様に考えていただけるようなアイデアをお待ちしております。募集するアイデアはマーケティング、製品、販促、啓発活動についてです。ぜひペットネームも合わせてアイデアをお待ちしております。以上で弊社のオリエンテーションを終了します。本日はご清聴いただき誠にありがとうございました。